長原発2号機の再稼働を受け東北電力は一時的な電気料金の割引などを発表しました今月15日におよそ14年ぶりに発電を再開した女川原発2号機これを節目に東北電力は日頃の事業への理解に感謝を伝えようと 来年1月と2月の使用分について料金の割引と使用電力に応じたポイント還元を行うと発表しました30アンペア契約の標準的な家庭では1ヶ月あたり520円率にして6%の割引となります暖房期間やはり電気の 使用量が増えるということでございますので、そちらの期間にこういった割引ということでさせていただきますが、無理のない範囲での省エネ、節電といったところは引き続きお願いをしていくというところでございます。